一本の黒い角を持つ、ウサギのような、黄色い銃、カズビーニーチョの宇宙史。ボルドー私立図書館造本。1565年作の写本。アルミラージ、または、アルミラーは、角の生えたウサギに似た、伝説上の動物。インド洋に浮かぶとされる、竜の島に生息すると言われる。イスカンダルことアレクサンドロス大王がこの島で竜の、被害を聞き。 生贄用の大牛を、硫黄や鉄鋼を詰め込んだ牛皮のダミーにすり替え、流体時に成功、報酬の一つとしてこのウサギを受け取った。また、このウサギを目にすると、あらゆる野獣は、逃げ出すと伝わる。よく知られる原点は、カズビーミーの宇宙史であるが、中世の写本には特にこの格闘の名称は、記述されないとされる。竜がらっている肉塊は、硫黄詰めの牛。 遊郭のノウサギ、カズビーニー宇宙史の最古本。バイエルン州立図書館所蔵本。アラブ46、464写本、第63千1280年頃、十13世紀のアラブ、ペルシア世界の学者、ザカリー・アイブン・ムハンマド・アル・カズビーニーの記した、宇宙史、非造物の脅威にてイスカンダルが。 インド洋上のジャジラとアルティニン島を訪れた時のエピソードと共に紹介されている。上述したやくの提本や他のカズビーニ宇宙史の写本でも書くとについて特定の住名は見えず、アルミラー等の名称は後世の書写詞によって書き加えられたのではないか、との意見もあるのだが、アルミラーの名称は19世紀の半本や役所では確かに確認できる。 イスカンダルが、牛皮に詰めさせたのが、硫黄と、鉄鋼のみという部分は、日本では、より雑多な材料の配合となっており、ロジンカ、ピッチ、硫黄、石灰、ヒソラの混合物に針を加えたものであった、と記述されている。また、あらゆる動物たちは、アルミラーを恐れ、それを一目見ると逃げ出すと記述される。この特徴は、 アラブ文献に登場する別の一角十カルカ団と共通している点だと指摘される。被造物の脅威は当時人気を博し、数多くの写本が作られたためにアルミラージの描写、イラストともに様々なバリエーションが存在する。例えば、ザーアレケ急造本の絵は文章に忠実な角度に描かれているが、ベルリン本の絵は雑で、 どちらかというと、ネーモーナイヌに似た、合成獣に描かれているとされる。最古写本では、竜は、肉塊のようなものを食らっている描写である。カクトについては、アラージという名称でイドリースイーの地理書、世界横断を望む者の慰みの書の後本に記載されているが、竜が住む島は、モスタシャインは、同様の作戦で竜を攻略、そして劇物は、 腹らたの中で発火し、怪物は死に果てた。近年の変役本では、バクラージという島を訪れ、そこで人口を採取したが、はじめ、香りを放たなかった。しかし島を離れるやその罪には、福育くたる黒い鉱木となり、その中の厳選品で交易をしていた品々ナナの中に、この格闘があった。またアルマハラージという名で、イブンアルイコールワルディの、 脅威の真順に転載されている、他人島の竜と書くと、非造物の脅威のトルコ語訳本。米メリーランド州ボルチモア氏、ウォルターズ美術館像、W659 写本、第155羽裏。1717 17年作。カズビーミリーの宇宙史のトルコ語訳の写本もあり、竜の島と書くとのエピソードも、差し入りで掲載される。また、 オスマン帝国時代の歴史家、イブンズンブルチョ、世界の法則にも記載があり、イスタンブール本の第15波裏にその差し絵が見られる。イスカンダルが、硫黄などの危険物を詰めた牛をおとりにして、流体治を行ったという辞籍は、カズウイニ宇宙史などのいわば自然科学の文献以外にも、女子史、中世ロマンスの類の文学に記述されている。竜の島で、 流体児を行ったとカズイーイニに記される、イスカンダルは、フェルドースイーの女児子,子、シャーナーメに列記される、ペルシアの王の一人とされていることが、暴論文に指摘される。シャーナーメでは、イスカンダル王が、五頭のお牛の中に毒と油を、詰め込んで膨らませ、山上から投げつけて竜に食わせた。イスラム教圏でこのイスカンダル流体児伝説が、知られるようになった源流は、 7世紀にシリア語後に起こされたアレクサンドロスロマンスだとされる。同作においては、アレクサンドロスが小ぶりの牛を生贄にさせるなど数日間のじらしをかけて竜を攻略し、ついに腹をすかせた竜のために大きめの牛を用意させ、身を削ぎ、石膏、ピッチ、鉛、硫黄を詰めさせ、それを食らわせた。すると竜は頭をドット地につけて、 口をアングリと開けたので、その中に熱した真鍮の玉を放り込ませると、竜は息絶えた。後の時代に、オスマン帝国の詩人、アフメディが、イスケンデル・ナーメを作詞した。これは、シャー・ナーメや、ニザーミーの、イスカンダル・ナーメラ・ペルシア文学を素材としたとされる。このアフメディの詩においては、イスケンデルが、竜退時の際に針を武器とするが、状況は、 多少異なる。すなわち、千本の毒塗り針を牛引き戦車に取り付け、下毒剤を服用した後竜に突進した。竜は頭部や口の周りに致命傷を受けた。同様な戦略は、シャアナーメのイスファンディアール王子が使うと指摘されるが、王子は多数の剣を突き立てた馬引き馬車を使って竜に立ち向かう。各都については、古典ギリシアローマには、 言及が乏しく、中世では、カズーイーニのような、アラブの著作にしか記述がないので、格闘の伝承は、イスラム圏からヨーロッパに伝わったのではないかというのが、一つの仮説である。だが、近世の16世紀頃になってようやくヨーロッパでは、格闘について、文献で触れられようなり、その講師はのフランスの作家、ラブレーの角ある宿たちの記述だという。一方、 米国の野生の核とは実在し、ショープニュー,トーシ種ウイルスに感染した個体として、獣医学的説明ができる。よって、米国産のウイルスが何らかのルートで16世紀のヨーロッパに移入され、核とを発症させたと考えることは可能である。ただ、ショープニュー,トーシ種の症例だと確立したのは20世紀であり、16世紀に、このウイルスが、どのような分布 効能だったかは不詳である。だとしても、16から18世紀のヨーロッパの自然学会では、編集として扱われていた、レプスコルヌテュスの正体は、何らかの病状を発症した個体である、可能性が高い。ありがとうございます。